はい、日差しも春めいてきて気持ちいい週末、洗濯をして気持ちよく休日を始める予定でしたが、スタムダウン中ホイホイの状況が発生いたしました。まあ、言い訳はちょっと字幕でつけておきますけれども、残念ながら誤って初めての経験です。洗濯機で、まあ、ポケットにこいつを入れたままですね、 iPhone7 防水なんですけど、15分ぐらいすすぎを回しちゃいましてですね、で今日いろんなことやってたもんですから、ちょっとうるさい洗濯物もあったんで気づくの遅れちゃったんですよね。15分経ってあーって思って取り出したんですけど、まず外観はこのホームボタン、この部分にですね亀裂が入っていて、ホームボタンが今効きません。であとはパワーボタンは効くんですけど効き悪いな。でスワイプも効くんですよね。ただバックライトにもムラが入っちゃってて、まあ水が入ったんですね、多分この下のマイクスピーカーあたりから水が中に入っているという状態になってます。で多分 SIM は生きてると思うんですけど、まあこれ多分ね修理すると大変な金額になるんで仕方がないんで機種変更しかないですね。ちょっと仕事柄ホームボタンがなくなった iPhone の挙動をちょっと知っておかないといけないという状況もあったもんですから、まあ変えないととは思ってたんですけど、まあね虫の知らせというか、一応これ乾かしてみてどうなるかっていうことも見てみますけど、まあだからその辺ちょっとレポートしたいと思います。人柱レポートということで、まあググればいっぱいあると思うんですけど、まあ、たまたま目にした方の参考になればということで、防水のこの iPhone が、まあ、防水になって初代ですよね、7って確か、どれぐらいの耐久性を持っているのかというところをお届けしたいと思います。ちょっと1時間ぐらいこのままガス暖房の前で乾かします。はい、その後だいぶ炙ったんですけど状況変わらずですね、まあやっぱりこのホームボタン、これで、まあ、指紋認証とホームボタンのオーカー、これが効かなくなったっていうことですね。まあ実使用だと結構な痛でということで、今バックアップはできてます。ちゃんとこれが私のですよね、まあ 4.7 と、まあどうせならモニターのね解像度は広くしたいですけど、もうカメラとか本当いらない。だ本当にねセブンで良かったんですけど、まあ世の中はもうどんどんホームボタンを排除しているので、下からスワイプでしたっけね確か。それにちょっと慣れておかないと、まあ、バッテリーはじゃあどんどんと良くなってきてるってことか。問題は筐体のサイズですよね。138.3 なんだ。150はでかいよな。ポケットに入れたいんでね。防水性能はどんどん上がってるみたいですね。私のは水深1メートル。IP67 等級。それが今68になってるってことですね。はい、背後の方では偉大な宇宙が形成されました。ということで、なんとなく絞り込んできたのが11か 10R、 これサイズ同じなんですよね。 6.1 で外形寸法は全く同じと。まあチップが違うんですね。あとカメラ、11の方はデュアルカメラと。デュアル全くいらないんですけど、何なんだろうねこの統一性のなさ。8までは8とプラスで分かりやすかったんですけど、10と 10R、まあ、10S っていうのはあの 3GS とかで多分早いっていうことだと思うんですけど、マイチェン系ですよね。マックス、まあ、マックスがプラスっていう過去のプラスの画面がでかいサイズっていうことですよねきっとね。で11は無印とプロとプロマックスがあると。11とプロの違いもよく分かんないしね。なんかサイズがこっちのプロの方が小さいんですよね。あのどういうこっちゃって、カメラが良くなるだけなのかな。カメラが良くなって防水性能が上がると、どうでもいいって感じですね。まあこっちの4メートルの方だと、もしかしたら、まあ、洗濯機今回ね叩かれちゃって、それで割れて叩き
浸水みたいな感じですから、まあ、ちょっとね、まあもう二度としないですけど、今日は本当にイレギュラーな状態で休日を始めてしまったのでこうなってしまいましたが、いやー悩ましいね。いい中探してたんですけどね、全然あのシムフリーの店頭在庫ってのはないみたいですね、ヨドバシとかには。お取り扱いできませんみたいなこと書いてあってですね、でなんかね、ジャンバラ、秋葉原で有名なジャンバラですよね、ジャンパラっていうのか、ジャンパラか、これが実は札幌にも店舗があったってことで、白が1個だけ在庫店頭あるみたいなんで、もうこれいっちゃいますわ。もう色どうでもいいですね、まあ、ハスラー白になるしちょうどいいんじゃないですかね。イレブン無印のやつ、なんかウェブだと白が在庫あるって感じ、これですかね。はい、早速開封ですが、なんかでかいっすね結構ね。まあ、このナビとして使うにはいいですけど、ちょっとでかいこれで。なんか日本のガラスを使ったっていうね、ガラスの液晶っていうかモニターの方のガードのプレートとカバー、これもセミハードで背面部がガラスっていうことらしいですね。対衝撃、これだけで5000円ですよ。まあ、ポイントだいぶ使いましたけど入っちゃいますね。 Wi-Fi があるらしいんで、ヨドバシのこれでいけないかという。はい、ということで、なんとかセットアップできましたね。帰りはちょっと iPhone でも撮ってきてみました。だいぶ7よりくっきりしてる感じはしますね。とにかく下からスワイプを多用せよと、そういうことですね。はい、車につけるとこんな感じですね。